ロベルト・コフレシは、エルピラタ・コフレシとして知られている、プエルトリコで最も有名な海賊。カボロホにある、ロベルト・コフレシの長蔵コフレシは、プエルトリコのカボロホで、ロベルト・コフレシ・ラミレスでアレリアノとして生まれた。コフレシの父親の出自は不明で二つの説が、唱えられている。最初の説は、彼の父親は、ドイツ国籍で名前を、フランツ・フォン・カプ・ハンシンと言い,い、 プエルトリコの人々が発音しやすいようにコフレシと解明した。二つ目の説は彼の父親はイタリアのトリエステ出身のフランシスコ・コフレシという。一つはっきりしていることは彼の母親はプエルトリコのカボロホ出身のマリア・ヘルマナ・ラミレスでアレラの出会った。彼女は彼が4歳の時に死亡した。コフレシは彼の故郷で小学校に通った。子供の頃 海岸に打ち寄せる波の音を聞きながら育ち、コフレシはいつの日か船員になって海を冒険することを夢見る日々を過ごした。コフレシはカボロホ出身のフアナ・クレートフと結婚した。二人の息子を設けたが、どちらも生誕後すぐに死亡した。1822年、コフレシとフアナは娘を設け、マリアベルナだと名付けた。 コフレ氏はカボロホ出身のもので構成された乗組員と共に彼のスクーナー船アナで海に出てスペイン王室の旗を掲げていない船を攻撃したであろう。プエルトリコの沿岸の人々は当局から彼を保護したと言われており、プエルトリコの歴史家のアウレリオティオによるとコフレ氏は貧しい人々、特に彼の家族と友人と略奪品を共有した。彼は多くの人々にとって ロビンフットのプエルトリコ版とみなされた。スペイン政府は海賊コフレ氏の名がよく知られるようになったとき、彼によって攻撃を受けた船を持つ国々から多くの不平を受けた。政府は通常は他の国の船に対する海賊行為は黙認していたが、今はコフレ氏を追跡して逮捕しなければならないように感じた。あるとき、コフレ氏と彼の部下は8隻の船を攻撃し、その中に アメリカの船があった。1824年、アメリカのスクーナー船、グランパスの司令官であるジョン・スロート船長は、コフレ氏を激戦へと引き込んだ。コフレ氏は11名の乗組員と共に捕らえられ、彼らはスペイン政府に引き渡された。コフレ氏は、サンフアンのエルカ・スティデオ・デルモロに収監された。コフレ氏は、スペインの軍事法廷で裁かれて、有罪とされ、 1825年3月29日に重殺刑にされた。彼の遺体はオールドサンフ不安墓地に埋葬され、彼の未亡人のフアナは1年後に死亡した。ありがとうございます。